計画をプラン B に変更。いや、こうなるのね。レベルアップです。成長できた気がレベルアップです。無人炊飯器と赤力反応の消失を確認。残りはオリジナルワンだけです。ルナ、教えてください。私たちをこの場所に呼んだ理由を。こんなところで何をしようとしているんですか。世界平和って言ったら信じてくれる？ヘドが出るわね。オリジナルワンを強奪するためにアルテミスを崩壊させて何十万人も殺したくせに。ゴッドリレイヤーから地球を守るためよ。あの程度の犠牲、些細なものよ。些細なことって、あの時の襲撃で一体何人の人が死んだと思っているんですか。人間だけじゃない、たくさんの生命が失われたんです。2年前のグラビティロスを生き延びたあなたがどうして。待って、今ゴッドリレイヤーって言ったの？ええ、言ったわ。ゴッドリレイヤーアフロディーテが復活する前に私はあいつを殺さなきゃいけない。アフロディーテ、どういうこと？何を知っているの？そういえばあんたたちは知らないのよね。いいわ、ここまでたどり着いたご褒美に教えてあげる。この場所はいわば封印の遺跡。1億年前、古代銀河人によって封印されたゴッドリレイヤー、アフロディーテのね。ゴッドリレイヤーが、ここに？ファーストスターのくせにそんなことも知らなかったの？まあ、天体バカの無能なファーストスターじゃ知らなくて当然か。いくつか不可解な点はあるが、お前の目的は理解できた。ゴッドリレイヤーを撃つ、そのためにオリジナルワンを強奪し私たちを招き入れたのか。そう、でも呼んだのはお姉ちゃんだけで、あんたたちは呼んでないんだけどね。しかしなぜだ、ゴッドリレイヤーの存在を知ってなお自身で撃とうとする。なぜ私たちをGT ラボを頼ろうとしない。これは星の家で犠牲になったみんなのためにも私が成し遂げなきゃいけないの。じゃなきゃみんなの死が無駄になるもん。星の家、犠牲、またです。私の記憶とルナの言葉がまた噛み合わない。あなたがどのようにその事実を知り、リレイヤーに取り入ったかは気になるところですが、それよりも問いたいことがあります。封印とは、何らかの事情により、打ち倒すことが不可能な場合の問題を先送りするためのいわば緊急処置。地球の文明よりも、はるかに高度な文明の人々ですら、倒せなかったゴッドリレイヤーを、あなたはどのように倒すつもりなのですか？そしてそのゴッドリレイヤーはこの遺跡のどこに、どのように封じられているのでしょうか。へえ、ただの肺がん用ロボかと思ったけど、なかなか賢いじゃない。いいわ、教えてあげる。アフロディーテを封じてるのはあれよ。半透明の青白い立方体ですね。なんだ、あの箱が放つこの重力反応は。恒星、いや、それ以上だ。きっと、ゴッドリレイヤーを倒せないと知った古代銀河人たちは、超重力の檻に封じたんだ。正解。重力の檻という表現を含めてね。
あの小さな箱の中にアフロディーテは囚われているわ。超重力に潰されることなく、今もその中で彼女は生きている。だからリレイヤーは欲しているのよ、この箱を開けるための鍵をね。それがオリジナルワン。オリジナルワンが古代銀河人の遺産なら箱も同じなら、直接開封する術がなくても手がかりはあるかもしれないじゃない。でもそれはリレイヤー側の都合。私の目的は初めからアフロディーテをぶっ殺すこと。そう、あの封印体ごと。私はアフロディーテを消滅させるわ。サンちゃん、急いで脱出、もう時間がない。急にどうした、ヒミコ。ルナちゃんがゴッドリレイヤーを倒す方法が分かったの。ルナちゃんの目的は封印を解くことじゃなくて、ゴッドリレイヤーを倒すこと。なら、あの箱は開ける必要がないの。そしてあの箱がこの宇宙のものである限り、消滅させる方法が一つだけ存在する。何ですの、それは。ブラックホール。ブラックホールなら押しつぶしてくれるかもしれないし、それが無理でもリレイヤーの手の届かない場所に葬れる。正解よ、ファーストスター。ま、これだけヒントをあげていればいい加減気づくわよね。確かにそれなら可能だけど、ブラックホールなんてどうやって。可能よ、オリジナルワンと軍の超重力推進装置、この2つがあるこの状況ならね。ブラックホールは超密度の重力場。確かに理論上、超重力推進装置搭載の機体ならブラックホールを生み出すことは可能ね。でもあくまで理論上の話に過ぎないわ。オリジナル1の進化は高度な G 粒子制御能力といっても過言じゃないわ。問題は恒星以上の重力場を生み出すパワー。もちろんオリジナル1のステラドライブだけじゃ出力不足。でも軍のおかげで補うことができたわ。だからわざと特務の人たちを招き入れたんですね。出力で劣るレプリカとはいえ、数だけは持ってるのよ。有効活用しない手はないわ。おまけにクソジジイの生み出した意味語も処分できて一石二鳥ってね。そしてオリジナル1と特務の機体に搭載された超重力推進装置によって生み出されたマイクロブラックホールは月ごと飲み込むか。そんなことをしたらあなたも飲み込まれてしまうんですよ。分かっているんですか。自分の生命をどう使おうが私の勝手。それに飲み込まれるのはあんたも一緒よ。私は星の家でのことを一生忘れない。この遺跡ごと忌まわしき記憶と一緒に消えてなくなりなさい。危険です。オリジナル1のステラドライブが間もなく臨界点に到達します。それだけではない。特務の機体に搭載された超重力推進装置もフル稼働を始めた。オリジナル1を中心に G 粒子が集まっていく。それってこの後どうなるんですの。128回の演算と256回のシミュレーションではオリジナル1によって恒星級の超重力場が形成される。やがてそれはマイクロブラックホールとなり、月そのものを飲み込むだろう。前期撤退だ。奴の無理心中に付き合う必要はない。急いで脱出するんだ。何か用かい。
おはよう。昨夜はよく眠れたか。いや、君か。おはよう。昨夜はよく眠れ。何か用かい？こんばんは。行きますよ、ヨダカ。私たちの道を切り開きます。綺麗に一掃して差し上げますわ。相手をしてやろう。行くよ。軌道はクリアです。作戦行動に入るわ。不安性じゃないんだから、さっさと片付けるわよ。獲物はどこだ。クラウン、援護する。行きますよ、ヨダカ。私たちの道を切り開きます。援護します。一掃して差し上げますわ。援護しますわ。私に続け。ファーストスタートして。軌道はクリアです。行動を開始する。行動を開始する。ジャマーを起動する。作戦行動に入るわ。回復するわ。行動を開始する。
ちよ。獲物はどこだ。ごめん。クラウン。満たしてみせな。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。では、エレガントに。太陽に挑むか。未熟なヤツね。レベルアップだ。行動を開始します。レベルアップですね。行動を開始する。これでどうだ。行くぞ。完璧な仕事をしてあげる。行動を開始する。めんどくそう。獲物はどこだ。援護する。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。当てます。綺麗に一掃して差し上げますわ。ことよりエレガントに。ありえん。私に続け。軌道はクリアです。回復します。行動を開始する。ジャマーを起動する。私は私、誰の代わりでもないわ。任せて。行動を開始する。不安静じゃないんだから、さっさと片付けるわよ。舐めないでちょうだい。レベルアップなっちゃって。獲物はどこだ。申し訳ありません。クラウン。
ステラギア、アストライア、道を切り開きます。行動を開始する。綺麗に一掃して差し上げますわ。相手をしてやろう。行くぞ。修復する。行くぞ。援護する。私は私、誰の代わりでもないわ。お姉ちゃんに近づけてるといいんだけどな。ありえん。不愛想じゃないんだから、さっさと片付けるわよ。破れるだと。クラウ、申し訳あります。クラウ、任せてもらう。行きますよ、ヨダカ。私たちの道を切り開きます。ありえん。太陽に挑むか。私に任せろ。行く。援護する。作戦行動に入るわ。めんどくそう。そこ。クラー。獲物はどこだ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。